I didn't want that bell. Finally. When the camera angle switches, it fucks up like. That was only stage 2, bruh, on normal. Imagine doing this shit on normal. 見事な登りっぷりだね。僕は終わりだ。あ、hell no. 軽々乗り切ったって感じじゃないか。明日の夜、また会えるのを楽しみにしてるよ。昨日の約束通り、あんたに面白いものを見せてあげるよ。これは、遥か昔のこと。あんたが幸せってやつを感じてた頃の思い出さ。Is that a trick question? 今日ごめんね。ベーコン真っ黒で苦かったでしょ。あれくらいカリッカリの方がうまいって。仕事忙しいんだろ。大丈夫か。平気。お腹出てきたでしょ。野菜食べてよね。ケチャップならたっぷりかけてるぜ。あれ野菜じゃないから。だったら。いやちょっと。もう一度。運動すれば痩せるだろう。You're crazy. まあ。美しい思い出に少しは気が晴れたかい？自分が何を手放そうとしてるのか。よく考えるといい。続きは明日だ。あんたが生きてたらの話だけどね。What is their objective?なんか意外だな。いや、女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてる。けど、君みたいな子もいるんだって。気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要ないってこと。だよな。よかった。一緒だね、私たち。What the fuck? Hey, yo. Yo, stop, bro. She said, Yeah. Nani? Get out of here. 大丈夫?これは、その、ごめん。あと、俺、明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。
嫌いじゃないよ。マジっすか。Oh shit。マジでやべえだろ。何が？だからその出会ったばかりのあのおしべとめしべがって何言ってんだ俺。はあ？っていうか何？何か問題でもあんの？これ浮気だよな。まずいことになったな。けど強引についてきたりだし。つか、飲みすぎだ。何も覚えてねえよ。いや。Hey, bro. そんなにジロジロ見られると恥ずかしいですけど。あ、悪い。言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私、okay. 誰でもいいとかじゃないから、そこんとこ誤解しないでね。いや、あ、別に。ねえ。私のことも気に入ったんでしょ？ She just comes just like, え？She just pop up in the bar, なんつうか、それについては、不思議っていうか、何？こんなことを初めてっていうか、信じられないっていうか、ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん。Bro, now he lying? ごめんなさい。実は俺今日仕事って言ってたよね。仕事？まあ。ごめん、もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。歯医者？歯医者だって遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。って押しかけといてずうずうしいか。じゃあまたね。あ、ちょっと待って。あ、俺あの付き合ってる時は。I'm fucking weak。これは事故でしょう。事故だ、事故だ、事故だ。What's up? ありがとうございました。You tell the boys。そりゃお前あれだ。This homie grew some facial hair overnight。一生に三度来るっつモテ期のラスイチノがついに来たってこった。モテ期？なの、俺に会ったか？ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は五年前の同窓会だ。あれからキャサリンとも長いよな。ま、バレたらそれも終わりだろうけどな。マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けど、バレなきゃいいだけじゃん。なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあいっそ乗り換えるってのはどうよ。結婚迫られるのは嫌なんだろ。同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだよ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃわかんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの。マジどうするよ。こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそもすんなよって話だけどな。わかってんだよ。いいよな、お前は気楽で。バーカ、気にしたってしょうがねえんだ。女なんて大事にしたっていつ裏切るかわかんねえんだから。それより、どうせ別れんなら紹介しろよ。超可愛いんだろ、その子。写真とか。それかよ。なもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。いや。たく、困ったよな。ねえ、この話知ってる？あのね、落ちる夢ってやつ。あ？いや、知らねえけど。What？ 夢で起こって死ぬと、リアルでも死んじゃうなんて。How did everybody know about this dream？ 友達の彼氏がね、なりかかったって怖くない？あ？そんなん本人しかわかんなくね？おい、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。So this dream, there's a lot of sheep in there. あんま寝れてねえからさ。お前。けどまあ。たかが一晩のことで真面目すぎんだよ。おい、聞いてんのか？聞けよ。
知らないな、そんな子。え？そうなのか？てっきりお前らが声かけたのかなって。だけど、そんな目立つ子なら絶対に気づくと思うんだけどな。つうかね、言わせてもらいますけど、あんたらみたいな人たちがいっか自分に回ってこないっすよ。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと飲まねえよ。そういやトビーは年上好きなんだっけか。きつめの年上のお姉様に罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふん、じゃあ私が遊んであげよっか。エリカさん、私のピンヒールって結構癖になると思うけど。おい、エリカ。それよりあれ聞いた、女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。どっちだよ。何それ、女の呪い。あんたは関係ないでしょ、ずっと彼女に一筋なんだし。おいおい、何言ってんだよ。こいつだって浮気とか最低っすよね。ああ、たくたちの悪い。最低とか言うなよトビ、鼻に詰めんぞ。言って。え、何？あんた浮気してんの？結婚どうしたのよ？バカ、声でけえよ。お前ら浮気とかでかい声で言うな。誰聞いてか分かんねえだろ。マジ最低。最も低い。最も低いって言うな。分かってんだからもうほっとけよ。でどんな子なのよ相手。ああ、もう何でも運命的に可愛い子なんだとさ。敵と言うなよ。運命的とかしびれますよね。羨ましいっすよ。いいから、お前らこの話絶対に外で言うなよ。わかってるよ。そういや知ってる、あの店長も昔遊びすぎていろんな女の恨み買ったんだって。ほら、あいつってばダッサいグラサンしてんじゃん。それで今サングラスで顔を隠してんだってさ。嘘だろ。おめえもやべえんじゃねえの。かけとくかグラサン。いらないから。それに浮気はもう終わったんだよ。ああそうだ、あんたが見つけた子、今日からピアノ弾いてもらうことにしたの。助けてください、変な人に追われてる。あれ？え？うわ！うわ！うわ！あの、おい、大丈夫か？君、家は？なあ、君、あ、名前は？リン。リンっていうのか？で、誰のことでしょう？じゃあ、要は。ジンク！壊滅的だったな。そういうこと言わないの、一生懸命弾いてるんだからさ。ヴィンセントさん、ピアノどうでしたか？うん、まあ、そう、よかったぞ。ほら、やる気が感じられて。ありがとうございます。イメージではもっとパララーンって感じで弾けると思ったんですけど。気にすんなって、誰だって最初からうまくいくわけじゃねえ。そうですよね。頑張って練習します。その前にこのバー潰れるんじゃないですか。出た。じゃあまた後で。おう。まあ人間誰でも欠点はあるもんさ。つか、あんだけ見た目が可愛いきゃあとはどうでもいいだろう。
Nobody gives a shit. それにしてもなんすか。変な奴に追われた美少女とぶつかるって。そんな安いドラマみたいな話、ありえなくないすか。あったんだからしょうがねえだろ。彼女、マジで記憶ないのか。エリカがあの子連れてったんだろ。医者はなんて。特に異常なし。一過性のもんじゃないかってさ。ピアノを弾きたいってこと以外、何も覚えてないみたいよ。で、ヴィンセントのお隣さんになったって。ああ、隣が引っ越したばっかで相手だから。手出すなよ、バカ。そういう目で見ねえよ。こっちはおっさんだぜ。にしても助かったよ。お前らが協力してくれて。ね、バーで働いてもらうっての名案だったでしょ。ここなら私やあんたたちもいるし、逆に警官だったのに。追われてたってんなら、人目があった方が安心だしな。まあ。バーで自由に過ごしてみよう。四角ボタンでお酒が楽しめ、バツボタンでセックスなお、オプションズボタンで各種コンフィグではパズルタイプや難易度なども。I think we will end off this playthrough session right here. Come back another time with the rest. Thank everyone for watching. If you enjoyed it, let me know down in the comments below. Please like the videos and subscribe if you aren't subscribed. As we all know, that would really help boost the channel. Let me know what kind of content you'd like.